Easy r i d e は1969年公開のアメリカ映画。日本では1970年に公開され e ージーライダ e イージーライダーと表記されることもある。ピーター・ホンダとデニス・ホッパーによるアメリカニューシネマの代表作。反体制的な若者2人がコカイン密売で儲けた大金をタンクに隠し、真のアメリカを求めてオート街で 放浪の旅に出る二人のヒッピーを描いたもの。特に、ステッペン・ウルフによる主題歌、ワイルドで行こう。が高い知名度を誇る。1969年アカデミー賞で助演団優勝と脚本賞にノミネートされた。1998年にはアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録された。 オリジナルマスターがしばらく行方不明となり、存続が危ぶまれたが、その後発見され、DVD 化された。劇中に登場するバイクは、1965年型、ハーレー・ダビッドソンでエンジンは、パンヘッドと呼ばれるタイプ、排気量は 1200cc である。フレームは当時としては斬新なフルメッキを施しており、リジットでサスペンションがない。ワイアットが乗っているチョッパーは、 前輪ブレーキが装備されていない。撮影に使用された3台のうち、クランクアップ52台が、盗難にあい現在は、行方不明となっているが、残された最後の1台は、日本人オーナーにより所有されている。メキシコからロサンゼルスへのコカインの密輸で大金を得た、ワイアットとビリーは、金を、フルカスタムされたハーレー・ダビッドソンのタンク内に隠し、カリフォルニアから、マルディグラの行われる、 ルイジアナ州ニューオーリンズを目指して旅に出る。カトリック信者の農夫の家でランチをごちそうになったり、ヒッチハイクをしていたヒッピーを拾って、彼らのコミューンへ立ち寄ったりと気ままな旅を続ける二人。しかし旅の途中、無許可で祭りのパレードに参加したことを咎められ、留置場に入れられる。そこで二人は若い弁護士ハンセンと出会い、意気投合する。そして、 ハンセンの口利きで釈放された二人は、ハンセンと共に、ルイジアナ州ニューオーリンズに向けての旅を続ける。しかし、自由を体現する彼らは行く先々で沿道の人々の思わぬ拒絶に遭い、ついには殺伐としたアメリカの現実に直面する。映画で使われた曲のうち、リトルエヴァのレッツ・ターキートロットとエレクトリック・フラッグのフラッシュ、バム、パウは、 サウンドトラックアルバムには収録されなかった。また、映画では、ザ・ウェートは、オリジナルのザ・バンドのバージョンが使用されたが、サウンドトラックアルバムは、権利関係により許可が下りず、スミスのカバーバージョンが収録された。ピーター・ホンダは、ボブ・ディランに、映画のテーマソングを書いてくれないかと頼むが断られる。ディランはナプキンに、ザ・リバー・フローズ、イット・フローズ・ツー・ザ・シー、ウェア・エバー・ザ・ト・リバー・ゴーズ、 That's where I want to be, flow, river, flow という言葉を走り書きし、これをマッキンに渡してくれ。彼ならどうしたらいいかわかるはずだと言った。死の断片は言われた通り、マッキンに渡され、彼は言葉を加えるとともにメロディをつけ、e ージーライダーのバラードを完成させた。ディランは e ージーライダーの内輪向けの上映会で、自分の名前が テーマソングの共作者としてクレジットされていることに気づいた。彼は、マッキンに電話をかけ、エンドロールから自分の名前を外すこと及び今後リリースされる際にも名前を外すことを要求したため、現在に至るまでイージーライダーのバラードの作者のクレジット上の名義は、マッキンのみとされている。映画のサウンドトラックアルバムは1969年8月にダンヒルレコードから発売された。 ザプシャー5時49分ワイルドで行こう。3時37分ザウェイト4時29分ワズンと、ボーンとフォロー2時3分イフユーオントトゥビーアバード2時35分、ドントボガートミー3時5分イフシックスワズナイン5時35分、キリエイレーソン、マルディグラ4時イッツオールライトマ3時39分イージーライダーのバラード2時14分。ありがとうございます。